ついに課金する時が来ました。にゃんぼコイン11個、チャリンステータスアップ、サファイニャンゲッツ、タトギンの髪留めゲッツ、ドキドキコインゲッツ、なんかいろいろもらえるね、ミラルニャン。ではでは、サマーニャンボガシャ行きたいと思います。10連で SS1 体以上確定みたい。どうかな、太陽神エンマとか出るかな。いきます、まず一発目。なに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 、タプタプタプ、なにこれなにこれ、一瞬さ、あのウィスパーさんも出てきたよね、タキシード姿も。もろ、すべて開けるっていうボタンもあるんやね。なに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 、 S ランクニャステート、よくぞ解放してくれたニャス。我と友のちぎりを交わすニャス。ニャステート初ゲットか。なるほどですね。まだゲットしてないやつがいるとそういう演出があるわけね。タップ。破壊さん持ってます。カルラ持ってます。あ、来ました。持ってない妖怪。どうなる？どうなる？ S ランクのプラチナ格。あ、持ってなかった。秘めておるな、友達になろうぞ。ウェイ、これ無限の旗持ってんすよね、プラチナ格は。あと残り3つ、10連面白。こういうの今まで演出なかったよね。ちょっとこのなんていうの、モンスト風というか、一気にこう弾が出てくるというね。あれれれ、太陽神エンマ出ず。 SS はアシュラさんでした。持ってるやつだったね。SS 確定なのが良かったんだけど、あと1回だけニャンボコイン使えるね。どうかな、一発勝負。あ、またまた出てきた、ハトシンウィスパー。 SS ランクのコアラニャンです。へえ、なんかあのウィスパー珍しいね。なんか演出がめっちゃ面白い。そしてあ、そういうことね。普通の妖怪ガチャで SS 選べるコイン使えるわけですね。内緒は持ってないやつにしないとね。ちゃんとこれ、隅とか書いてるね。妖怪大辞典に登録済みとか、まだとか。どれにする？黒い妖怪ウォッチも欲しいな。チョコリーナもめっちゃ欲しい。メビナニャン、オビナニャンとかもね、超レアで。強かったんだよね、あのイベントの時。桜オロチも捨てがたい。これめちゃむずい。1回限定だからね。どうする？どうする？悩む。チョコリーナ、とりあえずゲットしときますか。これにします。君に決めた、チョコリーナ。なんか演出とかある？あ、普通にガチャ回すんだね。妖怪を選択してからガチャを回すという。 SS ランクのチョコリーナゲット、かわいいね。バレンタインの時に登場した妖怪ですよね。私がちょこっとお手伝いしてあげちゃう、よろしく。かわいいよね。 Twitter とかもめちゃめちゃチョコリーナのイラスト流れてたよね、タイムライン。でもういっちょ、こちら超 SS 選べるコイン。もうこれはね、ゲットする妖怪ある程度決まってるんですよ。キラコマさん、キラコマさんにします。持ってない妖怪めちゃくちゃいるんだけど、どうしてもキラコマバスで仲間にならないから、キラコマ君に決めた、この妖怪に決めます。そしてガシャを回すと、普通にガシャを回すとガシャからキラコマ出るって、なんか面白いですね。キラコマ来たー、 SS ランクのキラコマ出してくれてありがとう。君に俺の輝きを分けてあげるよ。やったー、来ました。結構課金したけど、それなりのバックはありましたね。こちら妖怪サマーニャンボは8月3日まで期間限定です。ぜひぜひ皆さんも持ってない妖怪がいたらね、挑戦してみてください。ということで今回はここまでです。最後まで視聴ありがとうございました。バイバーイ。